今回のゲストは映画評論家で元プレミアという映画雑誌の編集長グレゴリー・スターさんです。 僕初めてお会いした時は、ね、プレミアの編集長そうそう、ね、プレミアってあもともとフランスの<う>映画雑誌ですよね、うん、今でもだけど「週刊新潮」にずっと連載されてるじゃないですか<う>でお正月とかにすごい量ご覧になってますよねまあ最近はそれ少なくなってるんだけど前は本当に30本とかか <laughs> そうそうそう30本まとめて見て採点してるからすげえなと思って <laughs> いやー相変わらず映画面白い面白いよね <laughs> いや今日それで事前にね何か映画を考えてくださいっていうふうに、うん、お願いしたら、えー、一番最初に出てきたのが「赤ちゃん泥棒」って高円兄弟の。だからニコラス・ケージがあんなだらしない顔がすごい上手だあそこはは一番僕はニクラスケージの役者の 力がこの映画に出てるんじゃないかとい確かにただのバカなバカ者の役ですけどね。そう,うん。の味噌があるのか <laughs> ないのか、うん、あれでも僕日本でね映画評論家が採点してるんですよいろんな人が、うん、ほとんど採点低,低いよあの映画はあの来た時のああだから今だと高円兄弟だから <laughs> って言うんで高い点数つける人いるかもしれないけど。 初公開の時は本当に誰も評価してなかったと思うああ悲しいあのチェイスシーンでも評判よくないですかすごい追いかける人が多くて <laughs> そうそうそう本当に面白いねあのドタバタであのシーンは僕はもう多分2年に1回ぐらいのペースで見ないと <laughs> あの病気になっちゃうかもしれないんですよねもうこれサブスクにぴったりだねだからそこだけ見ようと思ってまた見りゃいいから。<laughs> あとステディカムの作り方がすごい移動撮影でねバネとかでこうカメラマンが歩きながらもあんまり揺れないようにして撮るっていう機械ですよねはいはしごのずーっとステディカムがすごい綺麗に上にずっと一緒ついてねそう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 今はそんなびっくりしないんだけど当時はあれは多分すごい技術赤ちゃん泥棒はなかなか作れない映画だと思うんだけど 本当にくだらない,、ね、いママさんが分かってくれるかなとんした <laughs> め,めちゃめちゃあのドストライクですよ、僕にはね。<laughs> よかった、うん、だけど、あれ日本人に一番わ分かりにくい笑いなんじゃないかなこれ、でもアメリカの人の中ではコウエン兄弟ってその都市部のインテリに受けてるんですかそれとも中西部の,あの本当にニコラス・ケイジとかああいう人たちに受けてるの両方に受けてるの いやでも結構インテリの多分マーケットにや、ね、ってたとコウエン兄弟そんなに詳しくないので見てないんですけど、うん、初めの頃の「未来は今」ってすっごいばかばかしい<ー>映画なんだけどあれは日本のテレビドラマにものすごく影響を与えてて<ー>古畑任三郎を取った星守監督とかねコウ、はい、兄弟大好きで。 すごくなんかあの人を食ったようなタッチが似てるなぁと思ったことがありますよ、うん、あのだけどコウエン兄弟ってその後でノーカントリーとか続けてアカデミー賞を取ったりカンヌでグランプリ取ったりとか大監督になってったけどアカデミー賞を取ったりした映画ってシリアスな映画も取ってるでしょ、うん、でも僕はどっちかっていうのは彼らのくだらない映画の方がやっぱりコメディタッチの方が絶対上手だと思う。でも 今カントリーの後にもう一回ちょっと <laughs> そういう笑える映画を作ってほしいねあれアメリカで、ま、最近はやっぱりストリーミング多分のおかげでうん、うん、みんな見るようになってきてるんでよ前よりはうん、うん、昔は僕の子供の時はもう絶対海外の映画は映画館で絶対ない絶対もう見ないしだからもうアメリカ映画しかアメリカ人しか アメリカ映画しか見てないのよあ<ー>で最近本当にストリーミングのおかげで、うん、いろんな国のものをねやっと今アメリカでも見れ,見れるようになってるアメリカの人ってねヨーロッパ映画僕あの戦争映画が特にそうなんだけど、うん、ドイツ軍とアメリカ軍が戦う映画を撮っているのにドイツ人が全員英語を喋ってるっていう映画いっぱいあるじゃないですか <laughs> あれはアメリカの人見てて別に抵抗ないのいや抵抗 なないっていうのは言えないけどでももももうう慣れれてるからもうそれがで,でよくあることはねそのドイツ人が英語を喋るとる時はイギリスなまりで話すとか,なんか <laughs> あちょっとなあのヨーロッパの感じがする英語で喋ってるの面白いアメリカ人は英語の映画以外は見る気がないから、うん、とりあえず全部英語にするんだっていう気持ちが強いですよね、うん、今なんか「これ見とけ」っていう映画いやちょっとありますか古いい 映画かもしれないけど、うん、あの「ワイルド・バンチ・いうあれウエスタン、うん、あれ十九年1969年,年とか70年とかそれぐらいの頃ですよね。公開された時にものすごく話題になってるんですよ僕らの世代の間では。僕も映画館で 見てすごいというかひどい映画だなとそうそうそう描写が半端ない残酷描写というかとんでもない西部劇なのであのびっくりしましたけどね1960年代の終わりで西部劇ってなくなっていっちゃう最後のイメージがありますよね、うん、ワイルドバンチって。 でこれやってる人たちみんなすごい役者がやってましたよね<う>あのメンバーがア,スー、ね、アーネス・ボーグナインとかベン・ジョンソンとか昔のの劇にもよくベン・ジョンソンなんかね西部劇にもよく出てた<う>ラストの銃撃戦で打った球とか当たった球とかがもう西部劇史上最高っていう打ち合いっていうのはすごい宣伝してましたよ。<ー>だからとんんででももない銃撃戦ですもんね最後が でもあれ面白いんであのでニューヨーク・タイムズの,あの評論家があれはもう、だから本当にワイルドバンチが本当にバイオレンスでもう結構、人がひどいひどいとなんかみんな言ってるんだけどでも数えたら全部のワイルドバンチで殺される人が、ね、100人にならないんあそうなんだでも「ダイ・ハード・ツ2では300人 <laughs> <laughs> 面白い <laughs>。 ワイルドバンチで死んだ人の数がもう虐殺というぐらいに伝わっているのにハード2の方がほとんど、ね、西部劇は見てたのははいだんと撃たれたらもう何にもない転ぶだけあの倒れるだけじゃないですか、はい、いきなりこのウエスタンで血だらけとか,なんか, <laughs> か、まあ、あれですよね。時代劇も、うん 切ったら血が出ないとリアルじゃないっていううふになっちゃったのと同じように西ブ劇も打ったら弾着があって当たってどかって死なないとリアルじゃないっていうそれよりも前の西ブ劇って貫通したとかこう爆発して抜けるなんていう描写なかったじゃないですかワとルドパンチってすごかったですよねもう弾着というかこう当たって出血したりが。ちょうどその時期は アメリカであのベトナム戦争のピークの時だったし<ー>もう毎晩ニュースで血だらけの軍とかなんかもうえじゃあもしかして反戦という意味あんのあれ、実はああれま北、あ、京パワーはそう言われてみれば本当にそうですよね、うん、もうどう見ても戦いって嫌だなっていうですもんねもう見てごらんと今、アメリカも同じことじゃない。 もっと銃がどうになるかってなんかもうニュースで見せるべきじゃないってなんか今も揉めてるんですよ、ね、つまりそのあの惨劇を見せないとその銃の恐ろしさがわからない子供全員にワイルドパンチ見せればいいじゃないですかそ<う>ね<え>。そうかもね、うん、見せるべきだと思うんだよねアベンジャーズよりはああ、ね、数段影響がありそうだな いや、今、見直す意味があるかもしれないですね、アメリカの銃社会とか、うん、今の例えば戦争とかいろんなことを考えたときに、50年近く前にこんな映画を撮ってた人がいるんだっていう意味ではね、ねで、またそれがすごく話題になったっていうのも、すごく意味があるかもしれない、うん、確かに。こいつは、な、うんかばみたいに詳しいね、尊敬するけど、役に立てない。<laughs> 銀座24町とかね、銀座、うん、24町って生まれる前の間じゃない